いでやってきたせいかな。こんな主人公じゃできない映画か。考えすぎなんかに詰まって予定だってかなり埋まって、そんな時に正しくなってできない自分が悲しくなって、そして決めたんだ変わるんだ今日から。でもうまくはいかないもんだな。 How to 本が増える本だな。結局自分の都合だな。考えるのたまにやめてみなって、俺が言ってやるよダメでいいじゃんって。俺は好きだぜその性格、好きなことやって好きな音で満たす。委ねて流れに委ねて、無関係でつまんねて、言わずに流れに委ねて、人と比べてそれで疲れても、流れに委ねて、人に生まれて風に吹かれても、流れに委ねて。10代の頃に想像してた大人ってどんなの、ああだろうこうだろう考えていた放課後、今と自分と照らし合わせてどうなの、教科書に載ってるものとは違う、きっとそうだろう。充実の度合いなんて自己申告の独り者、食生活だってコンビニばかりのひどいもの、気負いこそ流れそれなりにやってる仕事だって、女は言う男はいつも子供なだって。間違いないな、昔も考えは変わりないから、美人とすれ違えばすぐ振り向くし、新しいゲームゲットすればすぐ帰宅し、何振りかまず夢中になるし変わらない、そんな自分に嫌気がさし、変わりたいと思うこともたびたび、でもそれは間違い、とらわれすぎなんだよ人の何かに。自分らしさって何、考えた時点で正解じゃない、流れに委ねてみれば何か変わるんじゃない。委ねて流れに委ねて、無関係でつまんねて、言わずに流れに委ねて。